棚橋宏のポッドキャスト。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。はい、ね、もう10月、はい、もう11月目前かな。はい、ね、ちょっと気温も下がってきてるであろうと。はい、ね、皆さんお体に気をつけてね。あれ、風邪など召されぬように。季節も、はい、季節の挨拶がね、挨拶から始まります。大事ですけども。はい。はい、というわけでね、今回も元気よくやっていきましょうということで、はい、メンバーは100年に1人にいただいたのは白石と。はい、マシモです。そしてですね、今回は、特別ゲストが来てくれてます。この方です。おウェット・ザ・グランドマスターのマスターワトです。はい。ワト君、来てくれました。はい、初めて。これだから、初めてじゃないね。いや、あのね、代打をやったことあるんですよね。うん、あ、そうか。でも、この二人は実は、初めてかな、うん、そうですね。はい。なるほど。ゲストで呼ばれるのは初めてです。うん。ね、もう今やね、最近。いや、もう本当にね、この間ジュニアのね、はいはい、ベストオブザスーパージュニアを制して、そうですよ。もう軽々しく声かけられないよね。出てよなんて言えないっていう。いや、もう、さっきちょっと LINE が少し前に来て、今すぐ行きますって飛んできたんですけどね。はい。タナさんがね、さっきね。そう。あとできないかな、みたいな。そう。やっぱタイミングじゃないですか、こういうのって。はい、そうですね。やっぱ旬な選手を呼びたいと。確かに。で、この間ね、両国大会僕ら振り返りやって、はい、そのね、バトの試合までは触れられなかったんですけど、はい、意外なね。はい。まあ、鈴木さんと、永田さんのね、こう、握手があったりとか。で、ワトから、デスペに、はい。俺たちの、一緒にやっていこうみたいなね。はい。維新軍の、コシナカさんが、天山さんに。ありました。はい、はい。あの時はモンゴリアンだったんですよ。そうですね。あれ、モンゴリアンだったら今、よかったってわけやね。そこについていただいてるので、はい、できるっちゃできるんですけど。なぜか、あとモンゴリアみたいな。いや、逆じゃない。誘うといて、モンゴリアみたいな。日頃の恨みを言う。嘘じゃーみたいな。嘘じゃーって言いそう。天山さん言いそう。そうですね。はい。ね、あとは皆さんと。いやでもすごいよ。でも、入門してもう何年になるのかな。もう8年、2015年入門なんで。そうか、そうか。8年か。はい。ベテランだね。10年やって、一人前と言いますからね。うん。サラセとこう入ってきた時の、はい。ワト選手って覚えてますか？ワト君は今ほど、この筋骨隆々ではなくて、運動神経はね、ものすごい良かったんだけども、あ、これからまだね、筋肉つけていかないといけないなっていうとこだったんだけど、すごい体だって。いやー。どうしたんですかこれ、ちょっと。いや、もう、教えてほしい。いつの間にか、ね、仕上がってますよ。ね、24ぐらいになってから、こう、体重が増えるようになってから、ね。あら。その前は逆に増えなかった。増えなく。だから、どんどん代謝がすごくいいのよ。若い時っていうのは。だから、食べてる以上にカロリーを消費してしまうから、体重が増えないっていうね。おうん。そうできます。そうそう。で、だんだんこう年齢が落ち着いてくると、代謝が下がるじゃないですか。そうすると、筋肉量がぶっと増えて。っていうのは多分35までだね。なるほど。それ以降はね、やっぱこう人間の代謝っていうのは、加齢とともに低下してくるって、同じ量食ってたらね、はい。同じ量食ってたら体重が増えるに決まってる。はい。っていう理屈は分かってる。はい。その通りでございます。はい、どうしたんですか、今日は。はい。いやいや、理屈は分かってんだけど、バトボー、から見ると、じゃあ、田中さんはなんでやらないんですかって。あら、はい、そこはね。やってほしいよと。はい、ね。だって僕ね、伺ったのは、もともとだって、その体のね、鍛えるっていうの。はい、まず一番最初に体鍛えるときに、何を見たら何を読んだらいいのかってわからない中で、一大ボディの作り方っていう本が出たんですよ。名著。はい。名著ね。むちゃくちゃ売れたらしいですよ。君だ。あれを読んで、ここまで来たわけです。おぉ、もう原点ですね、それが。原点です。なので、やっぱりあの時の、表紙に写ってる田中さんだな、はい。はい。ね、ドライな、ドライな感じね。はい。パキッとして。ほんと水分抜けてね。パキッとした感じ。今ちょっとウェットですか、はい、今ね、ウェット。丸みが。言葉に丸みが。言葉に丸みが。はい。
やあれ、本当に逸材ボディの発売の時にこう、いろんな各地の書店さん回らせていただいて、サイン会やった時に、ワト君が買いに来る。あら？ワト少年か。少年です。だから2011年とか2年だったんですか、はい、地元ですか、その時。その時は、まだ高校生。高校生だったので、地元だったと。尼崎とかじゃないかな。ああ、そうですよね。神戸とかの書店とツアーとかで、イベントで行ってた。はい。まだ全然若い時ですよね。多分写真とか撮ってるね、多分ね。撮ってます、はい。何歳ですかね。10代であることは間違いない。だから15で入門、15年入門してるから、入門の4年前くらいかな。だから中学3年生か、高校生かっていうね。それがこう来てね、立派になって、監視される。今や注意する立場ですね。あれ僕の本の読んだのどうだろう、ね、これ逆転現象か。本当になんかこう、あれから約10年近くが経ってる中で、まさか、こうなるとは思ってもなかったですね。また少年は。はい。入門した時もね、僕、2015年とか G1 優勝した年だから、まだね、あちこち膝は悪くなってましたけど、コロナの前までは割とリーンな体を維持してましたから、19年とかも、はい、コロナ禍でね、急に、そうですね、急に。コロナ禍ショックがまだ。はい。登ってると。あれはね、こう、免疫をつけないと。いろんな栄養を取ろうと。普段よりたくさん食べたんですね。うん、コロナになっちゃいけないと。はい。そのおかげでね。戻らんくらい。なんていうんですかね、こう、なんかこう、ひたすら住んでたら、帰りの道がわかんなくなっちゃう。気はよいよいと。そうですね。帰りは怖いと。いまだにね、家に帰れてないと。やっぱもう普段からガウンこう着てた方がガウンからひらひら落ちる、あれが足跡になって帰ってくれるかもしれない。なるほど、うまい。結構、関西の人ね。ね、はい。ツッコミ上手。ネタをいろいろ。ね、最近兼ね備えて、おこうかなと。はい、ね、うん。いや、でもね、コアト君の最直近の状況で言うと、そうなんですよ。ベストオブスープウォージュニアを優勝と。これですよ。あのメンバーですよ。クセ強メンバーですよ、ジュニアの。いや、もうね、本当にベスト・ザ・スーパージュニア、まあ、その年その年で、ね、有力な選手、ね、トップ選手いるわけですけども、ライガーさんとかね、うん、クリス・ベノアとか、ね、エディ・ゲルロとか、すごい選手がいた時もね、あるわけじゃないですか。で、今年もヒロムがいて、デスベがいて、ね、いろんな外国人選手がいるっていう中でワトですよ。いや俺すげえなと思って。ね、改めて、うん。そうですね、本当に、まあ、この A ブロック、B ブロックでこう分かれた中で、うん、やっぱりもちろん A ブロックの選手とみんな戦ったわけではないんですけど、うん、ただその中でこう勝ち抜いてきて、なんか自分の中で優勝した時の自信よりもその前に自信がなんかついてたっていうのがあって、それがもう答えとしてリング、決勝のあの舞台に現れたのかなっていうので、自信の上にさらに自信がついたみたいな。やっぱ公式戦で自分の納得する試合ができたりとか、自分の組み立て、思い通りの試合運びができたりするっていう、レスラーって、ある日、バーンと変わる時があるんですよ。はい、あ、はい、あ。はい、あ。それが多分、その、リーグ戦中に掴んで、いい流れで、どんどん勝ち星をね、重ねていってって言って。うん。やっぱそのきっかけがもう、うん、そのスーパージュニア期間中に掴めたってのが、うん、自分の中でこの決勝に行けた、なるほど。はい、大事だった、そのいいきっかけ。いやどの試合のどの瞬間っていうのは、自分ではね、全然、いつも通り一生懸命やるだけで分かんないんですけど、僕の場合は、永田さんと、永田さんと、ノアにタッグがベルトで行って、小橋さんとか、本田タモン選手とかとやって、新日本のシリーズに帰ってきたんですよ、四国のシリーズに。その時に試合が終わったら、運のレフリーに、
すごい変わったね。別人みたいだねって言われて、なんか掴んだでしょって言われて、何にも掴んでなかったんですけど、やっぱそのやっぱこう何か変わるきっかけが和田くんにあったんでしょうね。でもご自身の中で何かあります？ここはでも一つ結構自分の中で何かが分かんなかったんですけど、今でも何か何ですかって言われたら答えれないんですけど。金丸さんとの試合で、何かが分かった気がしたんですよ。で、金丸さん自身もツイッターで、あいつは何か掴んだみたいなことを書いてらっしゃったんで、何か感じるものが出てたのかもしれないんです。いつもの後と違うぞって感じたんでしょうね、ね、金丸選手がね。公式戦どこだった会場は。確か、秋田の方だったと思いますけど。はい、4連戦の最初だった気がします、はい。一番最初帰ってきて、まあその、同期選手もありましたけど、はい、その次の構想相手ってね、風丸さんでしたもんね、ずっとね。永遠と風丸さんとやり続けるっていうね。そうです。はい。だからその何回もやってた金丸選手が、ね、いつもの後の感覚で言ったら、あれ今日の後全然違うって感じたってことは、そういうことなんでしょうね。何があったの？何があったの？自分と俺にも教えてほしい。その秘訣をね。第2覚醒を。第1覚醒は。第2覚醒待ちという。そうですね。そう、教えたいんですが、ああそうですね、こう言葉にできない何かがあるんです。ああ、はい。そりゃそうだ。ちょっとなんかパーマーみたいにちょっとおでことおでこ合わせて、こう。お、いいですね。こうしてる方がテレパシーでね。テレパシーでね。テレパシーでね。で、熱上がってるみたいな。僕でもマイク・ベイリー戦はやっぱすごい良かったですね。あれなんか、うわぁ、これ行くなっていう感じがありました、ね。やっぱ自分の中での手応えのあった試合ではありましたね。だからマイク・ベイリーなんかはもう本当にアメリカではもう本当にね、引っ張り役のスーパースターで、そういう世界レベルというかね、世界標準のどこ戦ってもね、必ずね、盛り上げる試合して、ね、っていうトップに居続ける選手とやって渡り合って勝つというかね。そうですね。それも大きなね、財産になったんだろうなっていうね。舞台度胸もね、ついたでしょうし。試合はもうすっごい自信になった試合だったんで、やっぱりその。ああ、そう。はい、じゃあ、こう、なんかこの、ジュニアのシリーズの中で、レベルアップする試合が、ポンポンポンとついたんだね。はい。それはね、見てる方もね、おっていう感じ、ね。それはもう、ねえ、そんだけ急速に変わられたら、相手、対戦相手は、和と、和の戦いはこういうぐらいで、こう、想像してくるのを超えてくるから、それは後手後手に回っちゃいますよね。なるほど。やっぱ試合があって、その試合がなぜか、すごく自分の中で楽しく感じちゃったんですよね。試合中に、うわー、楽しいと思って。それ、あれかな、マラソン選手とかで言う、セカンドウィンドじゃないけど、苦しいんだけども、また走り続けられるみたいな、レスラーで言うところの覚醒状態というかね、どうやったらなれるか。ちょっと、あるでしょ。少し記憶を遡っていただけたら出てくるとは思うんですけど。そうですね。最近もやってると思うんですよ、結構。意外と、ね。いい試合やってるから、ね。大丈夫ですよ。北南戦とかもね、すごい試合でしたし。ああ、でも、ルーツがね、やっぱこう、メキシコ州を行って、っていうのもあって、どの、ね、選手が来ても、ルッチャドールが来ても、対応できるっていうのは、ワトとか、デスペラードとかね。そうですね。ヒロムさん。ヒロムさんもね、できますね。ヒロムもね。いやー、でも、僕の中でね、やっぱりジュニアのは、二強というかね。はい。ヒロムとデスペ。まあ、石森もね、やっぱすごい実力者だけども、まあ、アイコンなのよ。新日本ジュニアのね。はい。このツートップというかね。はい。ここの牙城を、勝敗だけじゃなく、存在感で超えていくのが、ワト君のこれからのミッションだね。そうですね。癖強いもの、あの二人。そうですね。なやっぱそこが一番悩みどころっていうね。悩みって言うんですか、ね、悩みが尽きない感じですよね、いや、だからもう、本当にその、プロレスの試合のもう癖なんだけど、
ディスプレイだったらいろんなこう、ところにデスマッチだったりとか、はい、自分の趣味の分野だったりとか、はい、フィルムだったらこの八王子会とかね、はい、こう、その、プロレス以外のね、活動とか、はい、そういったところも全部巻き込んで、はい、スター感というかね、っていうのをこう、やっぱりこう、与えているから、ね。いや、ジュニアは、群雄割拠よ、本当戦国時代よ。本当にその中を勝ち抜いていかないといけないので、うん、もちろんその、すげえよな、今年だから、はい、今の状況でジュニアのリーグ戦を制したっていうのは、重いよ。そうです。よう頑張ったな。頑張りました。いや、毎日道場来るから偉いなと思って。あ、そうですね。で、道場来るんじゃないですか。僕夕方、エニタイム行くじゃないですか。エニタイムにもいるんですよ。おあの本当になんか練習するなぁ。行くところに頼ませたんだけど。俺、監視されてんじゃない逆に俺が。本当に。逆にちょっとね、はい、行動パターンがうかうか食えないというね。本当にそこまで追い詰めてるつもりはないんですけど、何かこう、多分勝手なテレパシーがこうあって、そっちにこう、向いちゃうんですよね、足が。はい。お会見って、こう、ワドがいないかな。逆に気まずいってね。ドアのところから見てもらう。いつ何時もね、で、そして今度。はい。まあちょっとまだこの時点ではね、はい、ちょっと今日の時点で発表になってないですけど。うん、ね、この秋の、うん、秋というかね、この、ジュニアのタッグリーグ、この時期に来たんですね。そうですね。ね、まあまあまあ、なんで、うん。そしてちょっとね、これを動くで、はい。あらまあ。大きな動きがあったじゃないですか。そうですね。やっぱりこの7番勝負、まあ、ほぼ1ヶ月間のシリーズで、ずっと戦ってた中で、もちろんそれ以前にも思ってたことがあって、うん、で、まあ、そのデスペラード選手が持ってる、その試合の作り方だったり、っていうのを自分のものにしたら、本当に単純に強くなれるんじゃないかなと、うん、思ったので、なんかやっぱここは動かないとなと思って、うん、気づいたら手が出たんですよ。でもどうですか、その、まあ結構、延々とデスペラードさんって、ワトのことは、まあ理解できないとか、はい、まあ嫌いだとか、うん、なんかそもそもどうしても合わないみたいな、はい、延々と言ってたじゃないですか。はい、でそこは迷いはなかったですか？もちろんそこはもう、今いつまで言ってても、先は進まないなと思ったんで、なんか恋愛に近いっすよね。あら。なんかこう、好きな子にこう、なんか冷たくされると余計、好きにならないですか？ああ、はい。なるほど。はい、僕中学校の時2回振られたのにまだ好きでしょ。なんかでもこう、ちょっとこう、はい、ディスペラーさんもね、はい、ちょっと完全否定はしないんですけど、うん、ちょっと嬉しい、恥ずかしいみたいな。あ、それあるかもね。うん。そうですね。でも、僕、レスラーとしてニュートラルな考えを言うと、あいつ組みたいんだよねとか、あいつと戦いたいんだよねっていうのは、レスラーとしては、誉れですよね。そうですよね。うん。あいつ組んだら、いいチームになる、いい試合ができる、あいつと戦ったら必ずこう、盛り上がる試合をしてくれるっていうのは、この、ファンの方の目線ではわからないレスラーの中でしかない感覚なので、なるほどね、うん。それはちょっと、まあ、勉強な、ワト選手みたいにこう、はい、あなたの、あれを吸収したいみたいなので来ても、それはそれでもやっぱ嬉しい。うん。照れくさいんじゃないですか。照れくさいですよね、絶対。ですっては。だから、マントラね、俺ね、嫌な気はしないと思うよ。それだったらいいんですけどね。もうグイグイ押していいって思うよ。ちょっとグイグイ、もうちょっと、ね、もうちょっとグイグイ行こうかなとは思ってますが。グイグイって。このバランスがね、このね、二人で、ね。危ういですけどね、まあ。ね、乗り出したら、これは面白いし。面白いですね。まだね、その、ジュニアのタッグリーグのチームっていうのは、発表になってないんですけど、ね、まあ、ワトのアクションが、こう、そうすれば、制すれば、はい、ワトデスペ組っていうのは爆弾するかもしれないっていうね。まあ、爆弾できるように、グイグイ行きます。グイグイ行った方がいい。グイグイ行きます。はい、グイグイ行きます。まず、自宅を調べて、はい。そうですね。自宅を調べて、貼っといて、はい、帰ってきた時ぐらいで、偶然を装って、あ、そばです、みたいな。あ、この辺なんですかって。ちょっと怖くないですか逆効果かも、逆効果になるかも。
逆効果ってまだあるよ。それがツイッターをちょっと遡ってみたらですね、猫飼われてるんですよ。あら、いいじゃん、共通。チュール持っていこうかなと思って。あら、あ、チュール。猫まっしぐらだよ。まっしぐらの。まずちょっと猫ちゃん可愛がって。猫多いか。可愛がってから。手なずけてって言うたらあるんですけど。バト君も猫派なんで。猫派なんで。はい。うん。今は飼われてはいない。ご自宅では飼われてないけど、デスペラさんは飼われてます。そうです。実家の時飼ったの？実家の方は飼ってます。はい、実家は今言います。まず、実家にはいるんだね。はい、実家にはいるんです。それはいいじゃない。猫に会いたい。うん。とかね、行くと。うん。今日猫に会いに来ました。猫のトレーナーとか着てきよいい。あ、いいですね。あ、俺猫のね、マークが入った短パン持ってるから。なんでそんな。今日持ってきたトートバッグ、猫のやつです。あ、いいですね。じゃあ猫から、猫発は。はい。ワードマッシグラと。そうですね。でも、グイグイ。意外とグイグイいけそうなタイプですからね。いやいや、あいあいの発見だったね。ワト君ってのは、こう、待つタイプかなと思ったら、行くタイプだった。意外とね。意外とね。これだと思ったら、行くタイプじゃないですか。そっちの方がね、やっぱこう、いいですよ。レスラーは自分から動いて、ね、発電していかないと。発信してね。ね、楽しみですし、うん、あとこうジュニアのね今チャンピオンのヒロムが出るのかどうかとかね、そうですね、あと外国人レスラーですよね、まあ、だから今のチャンピオンのモロニーとコナーズはこれはね、うん、出そうな雰囲気ありますし、あれはねフィジカルが強いね、あのチームはね、そうですね、そうですよね、うん、どうですかモロニーとコナーズは。いや、スーパージュニアで一回やったんですけど。どっちでやったの？モロニー。モロニー。コロナーズさんともやったんですけど、コロナーズとも。なんですけど、どちらとも、なんて言うんですかね、蹴っても殴っても、この、ぶれない。まあ、軸がね。軸がこう、強いなってのはすごく。それ嫌だね。蹴っても殴っても、蹴っても殴っても、聞いてないな、みたいな。ん？ん？ってなったんで、もう。はい、違う方向で行くしかないな。あ、まあ、崩す方法というかね。あとやっぱ力が。いや、やっぱり。この間両国の串田にやったやつ見た？見ました。モロニーの落とし。あれなんか技の名前あんの？あれ。モロニー決まってますよ。これ前の週でも言いました。味を占めちゃった。これ必ず言う段取りだったね。あ、もうここまでの振りが、振りがあったんですよ。モロニーの振りが。僕がモロニーの話を出し始めたら、いつ来るんだ？来るの？これあの技の話だな。最終的に。いや確かドリラードライバーかなと思いました。あれは危ないですよ。強かった。気をつけてください。フィジカルも強いんですよ。モロニーもコノアーズも、やっぱこう、リーンだし、あのね、体脂肪が低い、少ないし、筋骨隆々だし、あの二人はもう本当に、コンクルス出たらそのまま上位行っちゃいそうなね。やるよ、今年もコンクルスを。お頑張ります。大丈夫ですか？たまにちょっと。和とね、今、増量期だから。あ、そうですね。増量期。ちょっとスイッチを入れる頃にね、はい。だからもうね、10月に入って、10、11、12で、3ヶ月あれば。なるほど。はい。僕は6ヶ月欲しい。もう減量期始まってらっしゃる。ね、なんかもうノーモア、はい、チートデーって言われて。はい、ノーモアですよ。もう東京ドームはないと。そうです、もう。おにぎりなんか食べないと。血糖値なんか、上がったまるかと。はい。お、今ね、ワト君がね。はい。もう。おにぎりをね、ちょっと遠ざけましたけど。ワトにも任しますんで。これ危ないですよ、今、この機械室いろいろね、ありますから。ケータリングがあります。ケータリングがね。ケータリングと書いて、罠という。罠と書いて、ケータリングと。もう逸材のケータリング出さないでほしい。今後ね。もう、水でいいですよ。お気遣いなくて。気を使うんじゃないもうケータリング、イコール、罠、罠ケータリングイコール、ワトでもいいあ、そうだね。ワト。そういうか、もう一個一個にワト君のシールを貼っとくとか。そうです。裏返すとワトシールだよ。ダメですよ。むくとワトにメール、ショートメールを自動でね。自動で。棚橋がおにぎりを開けましたみたいな。砂おにぎり食べました。開けましたね。開けましたね。開けましたね、みたいな。もうすぐ出ました。寺さん、寺さん、今何やられてるんですか？今ね、本当に今、某マネージャーからね、棚橋さんと和道選手のマネージャー一緒なんですよね、今ね。若い子ね。N 君っていうね。はい。棚橋さんが何か食べてると必ず和道君に、すぐ送る。すぐ送る。
癖がついてます。なんだと思ってみたら。わざと、僕が撮ってるないところの外まで行って、カシャッと撮って。ちょっとガラス越し。ガラス越しみたいな。あ、撮ってること気づかれない距離感ってあるすごいね。全方位的にね、本当に。だからまあ、僕はね、でもそう、期待の裏返しだと思って。いや、そうですよ。逸材ボディを取り戻してほしいと。そうですよ。ね。自分もその思いがすごくあるんで。原点ですかね。やっぱその、原点の目の前にいるわけですから。これはもうちょっと一言。俺は後の活躍がすごい刺激になってるから。あら、うん、いいっすね。そうそうそう。そう、ちょっとね、本当に、その、本当にこう、自分自身の棚橋さんが、その、あの体でずっと頑張ってこられた姿をずっと見てたので。出すよ。逸材ボディリターンズ。あ、そうですね。あ、逸材ボディの戻し方を。戻し方もう作りで買ったじゃなくてね。それで、まあ、ターゲット層は、同じ30代、40代、あ、いいですね、50代とかの、あ、いいですね、こう、代謝が、ちょっと困ってる人。困って、あ、まあ、中年太りと呼ばれるね、人たちでも、こういう食生活、はい、こういう生活スタイルで戻しましょうと。いいじゃないですか。そうですね。でもコロナ中で、こういった経験された人たくさんでもいらっしゃると思うんで。確かに。そうですよね。運動量が自然と落ちますからね。今ですね。ビジネスチャンスは。今ですね。今ですね。今先頭を切って、そうですね。取り戻したら、俺はアイコンになりますよ。そうですね。うん。そうですよ。もう、ノーマーチートデー。ノーマーチートデー。そうなっていただけるように。はい。自分はそっと影から。そうですね。はい。チェックする。まあ、巨人の星のね、お姉さんみたいにずっとこう見てますから。星ヒューマンのね。ね、やめ、ね、うん。あとどうですか、まあ、ちょっとまだ発表されてないですけど。はい。うん。まあ、ジュニアタンク、ね。そう、話を戻してね。まあ、あとはどうでしょうね。まあ、串田ケビンナイトとかそうじゃないですか、これ。そうですね。あれはもう結構長いこと組んでるから、コンビネーションもね。ちょっとね。ぴったりです。いい感じです、はい。そういった意味では、デスペアと組が来たら、コミュニケーションの部分でちょっと不安要素はあるね。確かに、うん。やっぱりジュニアタッグといえばね、その早い、うん、ね、先ほどもモーターシティマシンガンズの話出ましたけど。そうそうそう。あれはいいチームだよ。とんでもない。もう出てきて、もうパートナーが何するかっていうのを、2手3手先まで読んで、ポジショニングとかね、コンビネーションとかね。いや、でもね、ワットがね、まずね、デスペの信頼を勝ち取るのがね。なるほど。さっきかな。だから、例えば、はい、先発を常に勝って出て、で、まあ、その、タッチのタイミングがあるんだけども、ある程度、その、体力ギリギリまで、引っ張って、はい、もう、稼せよっていうぐらい、はい、っていうのだったら、こう、タッグの戦いを通して信頼感を勝ち取っていく方法っていうのはあるかもしれない。なるほど。そうですね。うん、やっぱちょっとやっぱそこの信頼をまずは、うん、そうですね。得てから。あとあれですよね、はい、その、ハンセン・ブロディみたいな感じで、ちょっと全然違いますけど、うん、もう勝手にやるみたいな。ああ、どっちも。お互い勝手にやるみたいな。出てきてどっちも強い。それはありそうだね。ありますよね。コンビネーションいらねえみたいな。なしでしね、俺は俺で勝つからみたいな。お前はお前で勝てよ。お前はもう勝てと。そういうのもありますよ。あるね。まあだから、タッグの形は一つじゃないから。ね。個人的にはでもどうですか、ちょっとタッグプレイもやりたいね。そうですね。自分的には少し信頼を得てから、やっていきたいなっていう思いもありますので。うん、メキシコ時代は全然被ってないの？被ってないです。ヒロも被ってない？被ってないです。あ、そうか。はい。また後ね、ヒロム選手がちょっとトレーニングで来たみたいな話はね。そうですね。はい。そういうこともなく。そういうこともそうなく。でも一番惹かれたポイントっていうのは、だからそこの思いが伝わればね、なんで組んでみたいかっていうのを、このタナポリスさんだけでも伝えておいたら。そうですね。一番の魅力は、デスペの。デスペさんの魅力はやっぱりその、もうプロレスにおいての幅の広さ。うん。こう、もう試合もそうですし、それ以外もやっぱりその、全体をこう、うん、見られて、その中で動かれるっていうのがあるので、そこが一番の魅力なのかなっていうのはあります。うん、いやー、ほんともうちょっと達人級に入ってますからね。入ってる、あいつ入ってる。本当にやっぱ勢いとか、やっぱこう、っていうのはヒロムのに感じるんだけども、その達人とか仙人とか名人とか、そういう達観した、もう誰が来ても、デスペの試合になるっていううまさは、
デスペラードの方があるかもしれない。誰が来ても、ね、誰が来ても迎え撃てる安心さというかね。なるほど。心強さみたいなのがあるかもしれない。さあ、ということで、はい、ちょっと実はですね、この後ちょっと出番がお二人あるので、さっきマネージャーの方がもうそろそろと、はい。いう人ちょっと、はい、もっと話したいんですけど、はい。はい、ね、最後にじゃあちょっと。はい。はい。じゃあ、最後ね、ジュニアタッグリーグに向けて意気込みを。はい。ああ、そうですね、ジュニアタッグリーグ、うん、まだそのデスペラード選手と、うん、組むかはわからないですけど、うん、もうぐい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 、ぐい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 行って、はい、タッグを組んで、優勝したいなと、お思っておりますので、はい、いい話。2冠です。お、そうだ。はい。リーグ戦2冠。はい。を狙っていますので、はい、最強タッグとして、はい、デスペラードとデスペワートとかで、うん、ちょっと苦しいぞ。ありがとうございます。今ね、返しこれで俺が乗っちゃうとね、はい、戻れなくなる、はい、最後にほっこりさせたんじゃないか。固く終わると嫌だから。はい、ね、はい、デスペワートはでもちょっと難しいね。はい。ね。じゃあ、頑張ってもらってね。はい。頑張ります。ありがとうございます。はい。というわけで、今回ね、ワト君に出てもらいましたが、最後に告知です。はい、新日本プロレスの次期シリーズは、ジュニアタッグリーグの、はい、シリーズが、何日でしたっけ ?11 月21日、熊谷大会から。ああ、ね、始まりますので、詳しい大会は、新日本プロレス公式ホームページでチェックしてください。ということで。はい。はい。ワト君ありがとうございました。ありがとうございました。マシありがとうございました。ということで、はい、以上、棚橋博士のポッドキャストオフでした。ありがとうございました。ありがとうございました。パンダ